やっぱり辛いよな。やっぱ辛いわ。自分の時間に戻るための手がかりが欠片も見つからない。いくらうちに慣れたとは言っても不安で仕方ないと思う。愛の普段の明るさを見ているとついその大事な事実を忘れてしまいそうになる。ちょっと予想見に行くか。あれ、愛姉に桜は何してんだ。愛姉の前で桜はしょんぼりとうつむいていた。桜はどうかしたのか。言ってみなさい。帰ってほしくない。言った。あゆお姉ちゃんがお風呂に入ってる時にタオルを持って行ってあげたんだけど。うん。泣いてた。あゆお姉ちゃん。そっか。お風呂で泣いてたみたいで。だからさくら、あゆお姉ちゃんに何かしてあげた方がいいのかなって。優しいな。大丈夫だよ、桜が心配しなくても。いい子やな。明日になったらいつものアユのはずだから。根拠はなかったが僕はそう確信していた。今ヘインに声をかけたら帰ったアユを傷つけることになる。そんな気もしていた。ほらもう遅いからそろそろ寝ないとな。それはそうなんだけど、花いるから。だから私のところに蚊取り線香。蚊帳とか使え。ああ、なるほど。部屋が細かく分かれているせいもあり、うちでは毎年昔ながらの蚊取り線香を使っている。あゆお姉ちゃんは蚊取り線香なくて大丈夫かな。なんで？さくらがもらったの最後の一つだったから。大丈夫よ。余計な心配しないで早く寝なさい。おやすみなさい。おやすみ。で、セージはどうしたの？ああ、俺は風呂に入ろうかなって。そう。じゃあ出たら教えて。その後に私が入る。了解。さくらの話を聞いたことで、愛の様子を見に行こうという考えは消え失せていた。お互いに一旦自分の部屋へ戻り、僕は風呂に入る支度を始めた。長く入りすぎたな。暑い。ゴシゴシ頭を、拭きながら軽く息をつく。あいね、風呂出たよ。あいね、開けるよ。いないな。どこ行ったんだろう。下かな。あいね、いないな。ゆうか、春姉の部屋にでも行ってるのか。愛の部屋に、部屋に行ってるってことはないだろうし。あ、愛ねえ、靴がないな。こんな田舎に外へ出ちゃったのか。愛ね。おゆ。愛はまさにポツンといった感じで、縁側に腰掛けていた。どうした？眠れないのか？まあね、そっか。それに今日は空気が澄んでるから星を見ないともったいないかなって思ったの。なかなか乙女チックだな。乙女だからね。少し空気が柔らかいものになったように思えた。じゃ俺も付き合うか。今は流れ橋が見えなかったか？すぐ消えちゃったけど。気づかなかったわね。願い事すりゃよかったな。なかなか乙女だからね。お願いしたぐらいで願いが叶うなら安いもんよね。ああ、もうこっちにずっと住んじゃおうかしら。はい。自分では大して期待してないつもりだ。大きな手がかりがつかめるとは思ってなかったけど、実際にその立場に置かれると想像以上にショックを受けてる自分がいたのよ。期待なんかしてなかったはずなのに。バカみたい。はい。
愛がそんなことを感じていたなんて全く気づかなかった。僕たちは実は無神経に愛の気持ちの中へ入り込もうとしていたのかもしれない。愛の瞳からアポロイトを涙の滴が流れた。僕は今の僕にできるただ一つのことをした。今の僕にできること、それはそっと愛を抱きしめることだけだと思った。出ちゃうね。自分の思った通りにすればいいよ。帰りたいと思うなら、俺も全力で協力するし、帰らなくてもいいって言うなら、今まで通り一緒にいればいい。愛はもう俺たちの家族なんだから。足元にコンビニの袋を落としたまま、アイネは僕たちを見て呆然と立ち尽くしていた。そんなアイネの表情を見て、アイはすっと僕の体から離れた。何してるのって聞いてるのよ。別に何もしてないわよ。涙を見せるのが嫌なのだろう。アイは顔を背けながら返事をした。何もしてないならどうしてあんたと先生こんなところ。あゆね、どうしたんだよ。どうしてなの。昼間、あゆの話をしたとき、不意に怒鳴ったあゆね、その時と同じ顔に見えた。誰も来てくれなんて頼んでないのに。言っちゃった。あんたが来なければ、こんな気持ちにならなかったのに。あゆね、落ち着けて。肩を掴んで、あゆから話そうとするが、あゆねは僕の手を払いのけた。あゆねえってば。あんたの居場所はここじゃないのよ。私たちと家族でも何でもないんだから。あゆねえ、いい加減にしろよ。無意識のうちに体が動いていた。あ、何よ。あゆねえ、センスのバカ。あゆねえ、僕はしばらくの間、アイネの走り去った方向を呆然と眺めていた。こっちはこっちで辛いし、あっちはあっちで辛いんだよな。今のは、アイネが悪かったと思う。叩いたのは、俺が悪かったけど。ありがとう。いや。あゆ、これは本当よ。私ももし逆の立場だったら絶対同じことしたと思うし。そうなのか。政治には分かんないでしょうけど、どことなく手持ち無沙汰になった僕は、落ちていたコンビニの袋を手に取った。
話がどんどんシリアスになってきたから、俺もふざけて読めんなと思っていたが、相変わらずスムースに読めないんだよな。ごめんね。そうだな、このコンビニまで歩いてたら20分以上かかるしな。あ、あゆお姉ちゃんは蚊取り線香なくて大丈夫かな。なんで？さくらがもらったの最後の一つだったから。大丈夫よ、余計な心配しないで早く寝なさい。そういうことか。あゆね、最初から愛の分の蚊取り線香を買いに行くつもりだったんだ。どうしたの？あゆね、愛の部屋に置く蚊取り線香を買いに行ってたんだよ。ちょうど蚊取り線香を切らしちゃって愛の分がなかったから。まったく、こんな夜中に女一人でわざわざ買いに行かなくてもいいのに。愛の顔に柔らかくて温かい笑みが浮かんだ。ああ、いつまでここにいるつもりよ。え、早く歩を探しに行きなさいって言ってるの。ああ、じゃあ行ってくる。うん、ちょい待って。携帯持ってて、居場所が分かったらすぐに連絡するから。ああ、分かった。みんなも起こした方がいいかな。そこまで大げさにしない方がいいわよ。帰りづらくなっちゃうだろうし。そっか、アユはアユで、アユのこと考えてるんだな。ま、アユの考えてることは大体わかるから、行き先も予想はつくけどね。どこなんだ？だから、携帯を持って行きなさいって言ったのよ。場所を教えてくれてもいいだろ？聖司がその場所で待ってたら、他のところに行っちゃうかもしれないからね。さすがにそうなると、ちょっと想像しにくいし。なるほどね。で、アユはどうするんだ？わかった。じゃあ、行ってくる。携帯を手に取り、僕は夜の街へ走り出した。大丈夫かな、あゆね。こんな夜遅くに女の子一人だなんて、もし何かあったら。声を上げて探すわけにもいかず、走りながら辺りの様子を伺う。あゆね。まあ、あの子大丈夫なんじゃない？つよし。いないな。まさか、海の方へは行ってないよな。考えれば考えるほど不安になってくる。うん。携帯か。はい、もしもし。あ、いえ、なんか連絡あったのか？なんだよそれ。今、小桃ちゃん。小桃ちゃんってことは、そう、越前屋のところよ。よかった、無事だったのか。そうね。でもどうして久々のところなんかに。泊まれる程度の広さがあって、こんな時間に行っても迷惑をかけない場所なんてそうないでしょ。なるほど。ごめんなさい、久々だったらランチに来たって、アイネを受け入れられられ、受け入れるだろうしな。つれ、私の予想通りだったわね。そうなのか。ええ、ま、それはともかく早く帰ってきなさいよ。ああ、打ち合わせしとかなきゃいけないこともあるしね。打ち合わせ？歩のことよ。聖司に叩かれたから家を飛び出したなんて言えないでしょ。どうして？そんなこと話したら原因を追及されるに決まってるじゃない。追及されたら、歩が家で気まずい思いをするでしょ。確かに。みんなに嘘をつくのはちょっと気が引けるかもしれないけど、まあ嘘も方便
ってやつよ。そうだな。じゃあ急いで戻るよ。やっぱりアイネを一番理解してるのはアイなんだな。あーセージ。ん？ついでだからアイス買ってきて。チョコミントのやつ。うん。ちょっと聞いてる？聞いてるよ。遅くまで起きてたからお腹空いちゃったのよ。よろしく。はいはい。アイの口調からはさっき感じた煽りのようなものがすっかりなくなっていた。煽り？あ、ごめん、ちゃんと見てなかった。行き通り？この分なら明日にはいつものアイに戻ってるだろう。僕はそう確信したのだった。タイムリープ！イエイ。それは、朝食時みんなが揃ったところでアイネが家を飛び出したことの説明を始めた。まさか。何？いえ、聖司君に限って、まさか、そんな、でも、聖司君も年下の男の子だし。何を考えているの？ちょっと、あれ？勝手にいろいろ想像するのやめてくれよ。そうね。いくらなんでも、聖司君が歩夢ちゃんを手ごめにするわけないわよね。ちょっと何言ってんだよ。聖司兄ちゃん手ごめだ。だまじ。どういう意味？だまれこそ。あれ、怒るぞ。ごめんなさい。今までどんなに喧嘩しても歩夢ちゃんが家を飛び出すなんてことはそうなかったから。ガキの時僕は無理やり家を追い出されたことはあったけど、それは言えんのよ。僕はちらりとアイの顔を見ると、アイはこくりとうなずいた。ついカッとなって悪口言っちゃって。どんなことを言ったの？再びアイの顔を見る。こくりとうなずかゆ。デカチとかハトマネとかおっぱい精神とか。最後の一言は言ってないわよ。え、そうだっけ。じとっとした眼差しで愛に突っ込まれた。おっぱい聖司って何の漫画に出てくるんだ？なかったろ。胸に関することばっかりね。この悪口愛が考えたんだよな。で、聖司君が悪口を言ったら愛夢ちゃんは家を飛び出したってわけ？うん。悪口言われて家を飛び出すなら聖司君かと思ってたけど。うん、さすがあるね、読みが鋭い。まあそれはともかく、歩夢ちゃんは越前屋君の家にいるのは間違いないよね。ああ、小桃ちゃんが説明くれたから。ああ、連絡くれたから。昨夜の電話小桃ちゃんだったんだね。だったら聖司君が迎えに行ってちゃんと歩夢ちゃんに謝ってきなさい。うん、わかってる。聖司、ちゃんと謝るのよ。わかってるって。あと、昨夜のことは気にしてないって、ちゃんと伝えておいてよ。ああ。昨夜のことって？うん、別に大したことじゃないわよ。うん。あ、ユウ、今日って暇？うん、別に予定はないよ。だったら、ちょっと買い物に付き合ってくれない？うん、一緒に行くよ。はい。うん、やたら気合入ってるわね。Yes. I am. だって嬉しいんだもん。俺も買い物行く。さくらも。じゃあ私も途中まで一緒に行こうかしら。よし、じゃあみんなで行こっか。Yeah. やった。愛が落ち込んだ状態から泣き出したことを理解し、その場にいた全員が微笑んでいた。じゃあ俺、小桃ちゃんに連絡してから、アイネを迎えに来てくるよ。意地張ってないで、ちゃんと謝るのよ。わかってるって、謝りに行くっつってんだろ。ちゃんと謝りたいのは事実だし。セジ、アイムのこと頼んだわよ。な、俺だって反抗期なんだよ。さてと。
めっちゃ薄いやん。はい、越前屋でございます。もしもし、こももちゃん。もしかして、せいじさんです。おはよう。おはようございます。あのさ、アイネを迎えに行こうかと思うんだけど、今から行っても大丈夫かな。え、ダメなの？なんか問題ある？久光がどうしたの？歩さんに言われて、今お屋敷中の話をしていますので。は？それが終わるまでは、歩さんも帰らないと思います。意味がよくわかんないんだけど。歩さんが久光様に窓ガラスが汚れてるから拭きなさいって命令されて。はあ。それで久光様、今一生懸命窓拭きをしてるんです。そうなんだ。じゃあ、昼過ぎにアイネを迎えに行くけど、いい？はい、わかりました。でさ、アイネには俺が迎えに行くって黙っててほしいんだ。え？どうしてですか？俺が迎えに行くって聞いたら、またどっかに行っちゃうかもしれないから。一体、何があったんですか？何か、アイネから聞いてる？あ、ごめん。ちょっと喧嘩しただけなんだ。そうだったんですか。あんな夜遅くにお見えになるから何があったのかと思いましたけど。納得しちゃってました。じゃあお昼過ぎに迎えに行くってことでいいかな。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。はい、失礼します。あれね、久光に何やらせてんだ。12時20分か。あの、こももちゃん？いらっしゃいました。もう窓拭き終わった？え？ああ、どうもです。あ、いいっす。やっぱ久光が近くにいたら、いろいろとうるさいのかな。音がこもってきて。セイジです。あれね。なんか文句でもあるの？ないけど、どうしてメイド服を？入れる服がこれしかなかったのか。仕方ないでしょ。久光様が歩さんのために作ったメイド服が初めて役に立ちました。そうだね。何の用って、アイネを迎えに来たんじゃないか。わがまま言わないでくれよ。昨夜のことは、謝るから。帰りたくないったら帰りたくないよ。アイネ、なんか撮ってたよ。なんだろうな。ゴキブリかな。あ、ひさみつ。ひさみつ、皿洗いもやらされていたのか。ああ。そうじゃないか。どうしてお前がここにいる？アイネを迎えに来たんだよ。残念だったな。アイムさんはすでに我が家のメイドとして職務を全うしてもらっている最中だ。アイネ、なんかメイドの仕事やってんのか？アイネは何をやったんだ。なるほどな。メイドの仕事じゃないじゃん。うるさいね。政治には関係ないでしょ。そうじゃ、政治には関係ない。
何をやってくれるんでしょう。そうね、じゃあ庭掃除をやろうかしら。庭掃除ですね。ちゃんと隅々まで掃除するのよ。手を抜いたら許さないからね。お手につけてる。わかりました。ご主人に命令するメイドか、新しいな。じゃああれね、俺と一緒に帰ろうよ。嫌だって言ってるの。ちゃんと謝るからさ。子供じゃないんだから。止まっちゃう。あ、なんだよ。メイドじゃないって。だからとてもじゃないけど、そうは聞こえないぞ。そうですよね、アユムさん。いや、住みたくない。この僕がこんなに尽くしているのかわいそうなやつだ。そりゃそうだろう。アユムさんのためなら僕はどんな能力も厭わない。わかったわかった。ほら、あれね、わがまま言わないで帰ろう。アイも言ってたよ、昨夜のことは気にしてないって。アイねが本心からあんなこと言ったんじゃないって、アイもわかってるからさ。だから。気にしてるのはそっちだけじゃないの。じゃあ、他に何を気にしてるって言ってなったらいいんだよ。日本語が喋れないんだよ。他のみんなだったら俺と喧嘩しちゃって、アイネが飛び出したって言ってあるから大丈夫だよ。そうじゃない。じゃあ何？セージが、あ、言った？お、はい。何？よく聞こえないって。うるさいわね。セージと一緒には帰りたくないの。あ、いやね。じゃあ、ユウカ、アルネを連れてくるよ。それならいいんだろ。そういう問題じゃないでしょ。どうすればいいんだよ。セージ、わからないのか。黙って。ここに残りたいって言っているんだ。諦めて帰るんだ。一回戻って、アイネが頭を冷やすのを待った方がいいかな。じゃあ俺、一旦帰るよ。ま、大丈夫だと思うけど、久光、アイネに変な気を起こすなよ。アイムさんを見つめている時、あ、これ大丈夫なやつだ。変な気だ。威張って言うことじゃないと思いますけど。じゃあ、コウモちゃん、悪いけど、アイネのことよろしくね。は、はい。どうしたの。なんだよ、わけわかんないぞ。でも歩さんって久光様のことを嫌いですよね。だと思うけど。どうして急にデートするなんておっしゃったんでしょう。俺にもわかんないよ、うん。あと捨てちゃいます。え、誠司さん、歩さんのことが気になるんでしょ。そりゃ気になるけど。だったら君のことも気になる。でも、コモちゃん、仕事はいいの？久光様がいなければ、私の仕事もほとんどありません。なるほど。じゃあ、行きましょう。うん。